と、まずこの岡さんが多分対応してるときに、この宇高選手に入ることを警戒して、まあ、ボールサイドのポジションを取ろうとしたんですけど、この選手がちょっと右で持ったことによって宇高選手のコースがなくなるんで、ライン止めてマーク捨ててって感じで、じゃ福岡選手がこれドリブルでファーストいいファーストだってしたと思うんですけど、ここで完全にシュートコースはなかったんで、まあ、ドリブル外にドリブルさせるように誘導したというか、外に持ってって、まあでも相手の方が前向きで速いんで、あとはコース、シュートコースにスライディングすれば、切り返しは正直このトップスピードで切り返しは絶対にできないから、まあ、絶対シュートだなと思って、あとはコースに入るだけでした。って感じですかね。これ多分この前のシーンで多分パスミスして取られてたと思うんですけど、そこは結構前半から何回かあったとは思うんですけど、これ別に自分だけじゃなくて岡さんがまずコース限定してくれたりとか、あとはここもこのカウンターの間に6人戻れてるんで、ここでまあ相手のファーストタッチがうまかったけど、しっかり、まあ、自分の対応も良かったし、打たしたとしても健吾くんおそらくコースのケースなんで止めれたかなって思います。なるほど、健吾くんと、いや違う違う、あ、自分を褒めた、あー惜しい。それ、なんすか、何が、いや、ナイスプレー、いや、ナイスプレーでした。いや、でもこれは一点もんじゃない、うん、自分で言うのもなんだけど、結構前、結構、まあ、間合いも相手の間合いだったけど、自分の間合いに持ってった感はあるよね、まあ、僕が相手だったらこういうディフェンスされたら嫌ですね。まあ褒めとけば美味しいご飯おごってもらえるかなと思って。失礼します。美味しいご飯を。個人的には、まあ、やっぱこの J2 のレベルにだいぶ慣れてきたっていうか、スピード感もそうだし、技術とかフィジカル面でも、まあもちろん自分よりもスピードとかフィジカル面が上の相手でも、まあ、どうやって対応するかっていう術が身についたというか、そこら辺が慣れてきたっていうのは個人的にはあって、で、まあ、全体的には、まあ、もちろん前線の選手がコース切って追ってくれてるんで、自分とか岡さんとか、まあ、ボランチの選手もそうですけど、まあ、狙いやすフォワードに狙いやすくアプローチできているのが一番かなって思います。きついですけど試合になったら動けるんで、そこはまあ、まあ、ケアとかもまあもちろんしてますけど、まあ、何より試合できることが本当に楽しいんで、そこは疲労よりも楽しさが勝っちゃうんで、あんまきついとはあんま思わないですね。まあ、やっぱ静岡でプロサッカー選手としてできるんで、そこは本当楽しみでもありますし、相手はやっぱ J1 とか経験してるチームで絶対強いんで、まあ、もちろんチャレンジャーとしてアグレッシブに勝てればなと思います。この J2 っていう舞台で本当に自分自身もそうだし、チームとしてもやっぱできる、本当にできるっていう実感があるんで、一つでも多く勝ってサポーターの方々と喜びを分かち合えればなって思います。はい。